これ初めて口にしますけど、一番最初に帰ったのは ABC です。古田さん、ご自身のドラフトだったり野球人生振り返っていかがですか？はい、そうですね、ちょうどこの写真がですね、入団会見の時の写真なんですよね。先に言っときますけど、あの眼鏡が当時は流行ってましたからね。今あんまり見ないような形でもありますけれども、僕はちなみに大江千里っていうのを意識しながら、福藤さん知らないと思うから後で調べてて。はい、調べます。しっかり調べます。五十嵐さん大爆笑されてましたけど。そう、まあ、一周して今ちょっと流行ってきてんじゃないのかなと思うぐらいですよね。まあ、走りが古田さんだっていう。いいですね、お似合いですよ。ありがとうございます。あれかけたらどうですか？いいですか？新しく、うん、はい、新しいかもしれない、ね、感じスタイルで。で、高校からその7球団指名受けたときに断りまして、当時僕らの時にその逆指名っていうところが新しくこう入ってできてたんで、まあ、その分、まあ、自分がこう行きたいと思ってるところにこう行くことができたなっていう意味では、まあ、1回目はしっかり抽選でね、っていうもうそれも経験しましたし、この逆指名っていうのも経験しましたし、まあ、そういった意味ではまあドラフトちょっと違う形のドラフトっていうのに2つとも経験したんで、まあ、そういった意味でいけばこういう番組呼ばれて喋るのもどうなのかなと思いますけどね。僕はね、完全に逆指名制度に左右される側だったんですよ。まあ、当時福留さんが例えばドラフト1位で逆指名するじゃないですか、はい、僕の時には高橋由伸さんだったんですよ。うん、でドラフトにかかる時に高橋由伸さんがヤクルトに来た場合はちょっと取れないかもしれない、うん、で高橋由伸さんがどこに行くかによって僕のドラフト順位も変わってくるって言われてたんですよ。うん、じゃかなりドキドキだったんじゃないですか。そうなんですよ。なのでこういった選手に左右されてドキドキしながらドラフト会議を待つというね。緊張するよね。緊張、いや、しないでしょ、自分で選んでるから。こっちは緊張しますよ。高橋さんどこ行くんだろうみたいな感じで、まあ、僕は後で話せると思うんですけど、その時もね、くじ引きの順番が違うとかっていうので揉めてテレビ放送が終わっちゃったんですよ。へー。その時野村さんですよ。ああ、そう、はい、すいません、なんですか。なんかすいません。ご自身のドラフトだったり野球人生振り返ってどうですか？どうですか。準備しとこうよ。まあ、試合はいっぱい出たなっていうのは野球人生としては、まあ、ドラフトはもう本当に最後の最後までめちゃくちゃ迷いましたね。もうリーグ戦終わるぐらいまで、9月とかで、ちょうど自分が考えてるた球団の監督が変わったりとか、それによって、あ、大丈夫かなとか、いろんなことがあったので、なんかこう最後まで決めるのに非常にこう難しかったドラフトというか、まあ、贅沢な悩みなんですけど、最後の最後までなかなかこう決めきれなかったっていう思い出はありますね。ちなみにどこと阪神最後まで迷われたんですか？もし言えるわけじゃあ、じゃあもう終わってんの。そんなんいけるんですか？大丈夫、いけるいける。いけるのかな、わかんないですけど、いや、3つ迷ってて、ジャイアンツとベイスターズと阪神です。その中で阪神をこう選ばれた理由っていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番手っ取り早く分かりやすく言うと、その時ジャイアンツは新岡さん、ショートが、うん、でベイスターズは石井拓郎さんで、阪神が藤本さん、うん、でもう新岡さんはまあこれからどん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 この、まあ、実績も積んでってっていうところ で石井拓郎さんはまあと何年かが多分守るだろう。藤本さんはこう出だしの時だったので、まあ、自分がどこと勝負するかっていうのを考えた時に阪神にしましたね。なるほど。やっぱりそういった今じゃあどういう方々がレギュラー張ってるか、今後どうなるかっていうのを見据えながらっていう選択だったんですね。そうです、まあ、ショート守りたいっていうのがあったので、はい、やっぱり絶対超えられない壁っていうところにチャレンジする勇気がなかったので、なるほど、まあ、そういう意味では藤本には勝てるって。それはね、よくこの話すると言われるんですけど、確率の問題ってことです。でもね、古田さんもそういう感じでドラフト行ってましたよね。ヤクルトなら出れるって言ってましたからね。まあ、八重樫さんやったしな。ね、ということで、こう4者4様という、ね、ちょっと俺で落とすな。
古田さん、はい、古田さん立命館大学のご出身ですけれども、大学時代にもドラフト指名にかかるそういった可能性があった、うん、そういった声も聞かれていたというふうに聞いているんですが、あ、僕の話ですか、はい、ああそうです、はい、一応いうのもなんですけどありましたね。当時いかがでしたか。僕の時での一番のドラフトの全国的な目玉っていうのは長嶋一茂なんですよ。僕同い年なんですけど、やっぱり六大学のスターだし長嶋さんの息子だし、彼がどこに行くのかっていうのが話題だったのに、にもかかわらず関西の新聞は僕の方が記事がでかいんです。古田ってバーン出るんですよ。で長嶋はもっとかってちっちゃく出るんですよ、はい、いけるなと思うじゃない。そしたら僕だけじゃなくてもう学校も上げて、もう全員で準備万端ですね、はい、もうこれホール、学生ホールのところにも会議室じゃないですよ、ホールですよ、はい、ホールの上でもうこうやってテレビ見て、そういう会場も用意されました、はい、テレビカメラがバーッと来て、で結局、まあ、かからなかったんですけどね、まあ、今非常に優しく喋ってますけどね、はい、ほんまにムカついてましたね。でも実際もう指名するよって言ってた球団もあったんで、ありますあります、もうそれでもやっぱりなかったんで、それはなかったです。やっぱりドラフトっていうのは当日ね、まあ、当日変更ありました、まあ、その前の日までねちゃんと連絡が来てたんだけど、やっぱりだからみんなが浮かれてたんです、はっきり言ってみんなが浮かれてたんです。みんなここにいる100人ぐらいいたんですけどね、もう、はい、でもうこうやってテレビカメラバーン並んで、朝日放送も来てましたよ。ドラフト3位か4位ぐらいになってね、もう名前が上がらんかったら一つずつ帰っていくんですよ。もうやっぱりその夕方のニュース流そうと思って取りに来てるんですよね、うん、でもやっぱりドラフト5位とか6位だったらちょっとバリュー下がるんで、多分ねもう価値ないと思ったんでしょうね。どんどん帰ってきました。それちょっと切ないですね。僕ねもうちょっと本当にもうこれ初めて口にしますけど、一番最初に帰ったのは ABC です。僕その時本当に覚えてますよ。もう一番に帰るよこいつはと思ったの。社を代表してちゃんとオタクですよ。一番だよ本当に。その当時は失礼いたしました。